夜のゆうたです。ぽやややーん、これ絶対怒られるよね。はい、ということでね、まあ、タイトルにもあるんですけど、この今のこのチャンネルをメインチャンネルっていう位置づけにして、サブチャンネルというものをね、開設しました。しました、もうしてます。もうね、ツイッターとか、あと俺の公式 LINE とかをフォローしてくれてる人っていうのは多分知ってると思うんだけど、一応サブチャンネルというものをね、作りました。まあね、なんつーのかな、よいしょ。あ、うま、トロピカーナうまい。前までユピズムっていう、まあ、こう、サブチャンネル扱いのものはあったんだけど、ゲーム実況をすぐ上げてたの。で、ゲーム実況上げちゃうとね、ゲームしか上げちゃダメなのかなみたいな、なんかそういう空気になっちゃうんだよね。だからそういうなんか、グダった動画とかさ、なんかそういうものを上げたい時に上げれなかったわけですよ。なんで、そのユピズムっていうその、ね、やつをゲーム実況チャンネル、っていう専門にして、でサブチャンネルをねもう一個作って、でそっちになんかこうなんか緩いねやつとか、なんかそれ面白いのみたいな、みたいな感じのを上げていこうかなみたいな思ってます。俺もね、実は今までね、まあ、2年以上 YouTuber やってますけど、お蔵入りにした動画って結構あるんですよ。そのお蔵入りにした動画とかもそのサブチャンで出していけたらいいなとか思ってます。でもね、お蔵入りにしたぐらいですから面白くないですよ。なんでね、そっちのサブチャンネルの方もぜひ登録していただきたいなと思います。お願いします、お願いします、ゆうぴーさんのお願いです。なんで、これからのチャンネル体制は、メインチャンネルね、ゆうぴーチャンネルと、あとゲーム実況専門のゆうぴーゲームズ、あとサブチャンネルのゆうぴーサブチャンネル、この3つで、やっていきたいというふうに思うんで、ぜひね、どれもね登録してもらって見ていただきたいなというふうに思います。なんつーか、話はそれだけなんだよね。まあ、よろしいでしょう。ということで、ゆうぴーもね、より一層頑張っていきたいというふうに思うんで、ぜひ、これからもご視聴の方、よろしくお願いします。ゆうぴーでした。